こんにちは。チャス。トス。こんばんは。はい、ということで彼女オーディション、はいはい、最終決戦、はい、僕たちわざわざ、はい、横浜、結果発表のために来たという。それだけよ。ここどこですか？ここはみなとみらいというね。はい。まあなんか綺麗だな。おしゃれよね。あれ横浜綺麗じゃね。夜景すごいよ。ちょっと綺麗施設問題出てるんですけど、もうすぐターボースと ね、彼女候補が来るんですけど、はい、僕たちちょっとあの夜の部のカメラマンは僕たちが担当するということで、はい、まあ、僕らや脇役ですからね、はい、そうです。今回もうおしとやかに、まあ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 、関係ねえ時はまあ俺ら楽しんでいこうかなということ、はいはい、そうですね。俺らの方がはしゃご。実はこっちも裏デート企画みたいな。さあやろうで。やろうで。やろうでね。いや、こういうとこで言ったらポテトとかあるじゃん。そうね。それが食べたいから。いや、いい、うまそう。来ました。イエーイ。食事の時間。これ一番テロ、この何それ、この唐揚げやつめっちゃいい。世界一番うまいから、こういうくだらない食べ物ほんと好きだよね。詰め合わせみたいな。くだらないのが一番美味しいんでね。ただただあとこれよ、はい、いただきましょう。ホットドッグ来ました。ホットドッグ。俺と正義の差がすごいのは、はい、あのかけ方もめっちゃ綺麗です。正義思った。そうこれなんか適当にバーナーでこうやってデザイン性にこのバーナー横縦を入れる。たつき作と、じゃあちょっと見せる。見せる。たつき作と俺作がちょっと違う。俺これね、もうバーってかけただけ。縦だけね。バーっと縦に。なぜかちょっとデザイン性を重視するっていう。ケチャップはジグザグ、マスタードまっすぐ。なんや。そんな意識してないけど。もうな、常に映えを考えてらっしゃる方です。いや楽しいですね。いや最高。ターボさんがデートしてる間にご飯いただきましょう。いや。いただきます。いただきます。いただきます。うまいね。めっちゃうまい。うまっ。うまっ。でも。くだらないのが一番うまい。うまいわ。なんかこういうシチュエーションもあるわ。なんか確かに、うん、綺麗だしね、涼しいしね、うん、何食ってもうまい気するね。なんかナゲットあるやつ。俺のセット。うん、ナゲット。ホットドッグセットにはそれがついてる。うん、うん、うまい。ほんとうまい、こういうくだらないやつ。なんかさ、悪いけど俺らの動画うまいもんばか食ってるな。なんか飯系多いね。そういうのが結局一番うまいね。うまい、マジでうまい。そういうことよ。映えてんなこれ。綺麗だな。ほんと飯空系 YouTuber の絵面だもん。しょうがないか、後で綺麗な映像映してあげるから。綺麗だよ。あんま綺麗だから実は。リョンさん来たことあんの？ここ。あるあるある。全然あるよ。もう2回ぐらいある。何そのあるらしいっす。ある。誰だったんですか？いや、その時付き合ってた感じで来ました。気持ち悪い。いいだろ、自由だろ。メンヘラかな。自由だろ、全員メンヘラだろ。僕のメンヘラでしょ、ないと。僕メンヘラしか来ない。何、もう光が楽しみ、もうメンヘラだわ。マジメンヘラ。夜景が綺麗。もうはい。メンヘラすぎ。もう光なんてもう何も一緒だよ、全部。やばい。でも綺麗は綺麗ないよね、やっぱ。綺麗なもの。でもまあ、ターボーが最終的にこう選ぶぐらいだからね。めっちゃ綺麗だね。あいつもメンヘラになる。でもお前はメンヘラだよ。なんで俺そう、めっちゃメンヘラする。ターボはマジでかっけえと思う。そうそう、ここ選ぶ。ターボもメンヘラに近い、ここ選ぶってことは。あ、まあ近いね、めっちゃ。あ、なるほどね。結局メンヘラなんだ。彼女できたらどこ行く？え？ここある。正解。当たり前でしょ。すぐ来るよ。すぐ来るよ。あ、綺麗だね、わーとかやりたいもん。え？とか。もうある。間違いない。間違いない。なんかいいな、うん、綺麗、綺麗だわ。だやっぱ夜くんのがおすすめなんだろうね、ここは。優雅だよね、うん、ここら辺泊まりてぇ な、 なんか、ね、あそこら辺ホテル。そうそう、なんかあの辺の家で、うん、夜飯とりあえずここに食いに来る。レモンさんも夜泊まることまで考えてる。下水ね、下水ね。メンヘラだな。いや、いいや。すぐやることばっか考えちゃうんだから。いや、すぐだよ、すぐ。おしゃれな夜を過ごしたいだけですよ。昔からそこだけは変わんない。すぐやりたかった。待って待って。これ普通にあげた。一番ちょうどいい。一番ちょうどいい。一番ちょうどいい。いやもうこいつがダントツで一番ちょうどいいから。そのね。うまいね、ナゲット。ナゲットうまいよ。うめえわ。たこ焼き食ってる。後味がいい。たこ焼き食ってる。メンヘラかよ。なんでたこ焼きがメンヘラなんだよ。マヨネーズっていうのはもうメンヘラだもん。マジメンヘラ。超マヨラーじゃん。いやいや、黙ってケチャップとマスタード、これしかついてねえ。うわ、たこ焼きなんか好きなやつあんまいないから。いないいないいない。クレープ買いこう。大阪行け。え、大阪行けよ、お前。よかった。神戸神戸。ジェットコースターなんか喋ってる。うん、
ディズニーじゃないの。あんま返してくれない。全然振ってくんないガン虫。あそこのホテル泊まりたくね。さっき俺行ったんだよ。さっき俺行ったのよ。好きやわ。好きやわ。何なの。あの外眺めながらね。あ、そうだよ。うわ、めっちゃ綺麗だろ。めっちゃ綺麗。上からこれ見たら。ちょっと余裕持って帰ってね。いや、ここも綺麗だけど、お前も綺麗だよ、ね。ありがとう。言っちゃうし、言っちゃうし。ありがとうって、ね。マジで綺麗から。聞いたことねえよ。そんなワード言うやつ。そんな甘いワード言ったことない。リボンしかいねえよ、そんなこと。嘘でしょ。骨付きカルビ、お前めっちゃ楽しみにしたの。1個しかない。いつの間にかにめっちゃ。まさかの。食ってない、食ってない。あ、1個だけやったんか。なんか唐揚げみたいなやつ。骨付きが1個しかないの。おい、俺これ一番楽しみにしたの。骨付きはね、うまいからね。あー、いいね。うめ、うまい。うまい。似合うな。めっちゃ似合う。うめえ。ゲロうまい。さあ、メンバーで一番海外が似合う。なんで海外の話になった急に。今横浜なんだよ。あ、うまっ。あ、うまっ、うまっ、うまっ。やべえ。あ、うまっ。なにこれ。うまっ。なに骨付きってうまいからね。うまっ。これうまいわ、これ。うまい、うまい。食ったよ。うまっ。食える、食える。テンション高すぎ。やばない。すげえことになってる。片やデートしてんのかな、真剣に。いや、ほんとだな。なんならあの変な話、俺らいなくてもいいんだよ。確かに、うん、今日ね、大事なターボーさんにね、はい、彼女ということで。うせえな、おい。おい、いいこと言ってんだよ、こっちは。お前楽しんでんじゃねえ。あとはあれ乗りたい。乗ろう、乗りたい。乗ろうね、乗ろう。いや、ほんとにいい彼女を作ってほしい。うん、うん、ずっといないもんね。うん、もうほんと若返ってたね。若返ってた。なんかピンピンしてた。ときめいてたんだけど。あとちゃんとヒゲ剃ってた。あー、やりすぎて。急におじさん、おじさんトーク。舐めて。あー、やりすぎて。急におじさんトークやめて。だからやっぱ変にこなれてないから、あー、より多分しっかり、うん、しっかりちゃんと恋愛してくれると思う、うん、確かに、うん、外部の情報すげえ取り入れてちゃんと活かしそう。そう。漫画からのデータ収集。そう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 。欠かさないタイプ、うん、いやーターボーにも彼女か。いやー、毎回想像つかないんだよね。うん、だってもう出会った時からもう絶対いないわけでしょ。もうそうだな。サツキとかリボンとか、いないいないいない、メンバーに関しては。まあ恭平は以外は、うん、だから彼女の前でどんな感じになるのかもわからない。そう、それは俺もわからない、うん、彼女いるとこ一緒にいたことないから。ああ、そうなるとな、なんかもうターボができたらその彼女めっちゃなんか迎え入れるわ俺。なんかもう好き、俺が好きになる。性格上さ、うん、結構なんか危なそうな人とかは、うん、好きになんなそうじゃん。あ、そうだね、穏やかな人だ、ね、そうそうそう。なんか喧嘩しなそう。そうだね、あんましなそうな、ずっと円満に生きそう。喧嘩はしないけどなんかちょっと違うみたいな、結構変わってるから、うん、あいつね。ああ、そうだ、うん、難しいところあるから。だから女の子側もどうなるかだよな。でも結構ありのままの動画出してるからね、うん、そんなあんま幻滅とかは絶対ないだろうから、ね、絶対ないから。もう出しすぎぐらい出してるから、ね、全部出してるからね。出してないってこと言ったらね、もう本当は編集バリバリのプロ級でさ、かっこいいとこがあるっていう、あんまそういうのは動画で伝わってないぐらい、ね、表では見えないからね。そうだ、かっこいいとこが伝わってないぐらいであって、うん、仕事はもうね、恥ずかしいとこはもう全部出てるから。そこ大事じゃん、一番大事じゃん。結構みんなそれを褒めちぎってたからね、オーディションで。やっぱそこを受け入れてくれた人が集まってくれたわけで、うん、いや、みんないい子だった、ほんと。一時も多分通したかった人たくさんいると思うんだけど、うん、なんか結構遠すぎる人が多くて、あーラーボー自体がちょっとあんま遠距離恋愛したくない。はい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 。付き合っただけでなんかこっちに引っ越して来てもらうのもなんか申し訳ないんだろうなっていう、そういうので多分遠い人はあんま浮かしてないんだと。あー、そうね。なんかあいついい恋愛しそうだわ。なんか羨ましくなってきたわ。俺もコスモワールド行きてえな。バロてるやん。はい、飯食いました。はい、はい、あ、なんか知んないけど、あ、クレープ持ってます、はい、イエーイ、はい、なぜか、2人目に達しているという、はい、俺は何しに来てるのかよくわからない。普通に腹いっぱいになってきたっていう、うん、やべえ、楽しい。いただきます。これ景色も超綺麗、見てこれ、うわ、やばいでしょ、バイバイ、ほらバイバイや、来た来た来た、はい、いただきます。